今回は、アーカルム外伝のミッションの一つである、波寄せる食材の宿女プラスを10ターン以内に討伐、についてです。武器とかキャラがしっかり揃っている人にとっては難なくクリアできるのですが、まだ全然揃っていない人にとってはかなりの難易度を誇っています。その理由ですが、敵の HP は 2.84 億あるため、1ターンあたり2840万ものダメージを出し続ける必要があるからです。一つ注意点としては、画像のようにプラスがついている波寄せる食材の宿女を倒す必要があります。1日のうち1戦目はプラスなし、2戦目以降はプラスがつきます。さて、実際私も色々試してみたのですが、人によって持っているキャラが違ったりするので、安定してクリアする方法はほとんどありませんでした。しかし、一回クリアすれば良いので、それならば、成功法で挑むのではなく少しズルをしてしまいましょう。その方法はエリクシールガブ飲み毎ターンフルチェーンです。正直普段エリクシールなんて使うことがないので、こういう機会に使ってしまっても全く問題ありません。使うとしても最大10本ですしね。ここからは実際に試した編成を紹介します。しかし、私の武器は5突されていたり、黒刀が超越されていたりするのですが、元に戻すことはできないので、それ以外を弱くしてバランスを取りました。具体的には、武器は7本まで減らし、召喚石はサブ枠にハングドマンだけ入れて、プラスも全て外しました。ですので、空いている武器枠や召喚石枠には自分が持っている強そうなものを入れておけば OK です。次にキャラについてです。毎ターンエリクシールを飲むので、奥義ゲージ 200% キャラは優先的に入れましょう。今回は主人公を剣豪にし、さらに奥刀を入れています。残り2枠に関しては、正直誰でもいいのですが、今回はサチュロスとアレイティアにしました。サチュロスは経過ターンごとに味方全体の奥義性能がアップしますし、アレイティアは採集させると、奥義発動時ダメ浴びが即時使用可能になるだけではなく、2回発動するようになるので、1ターンあたりに与えられるダメージが高くなります。ちなみに、この編成で8ターン討伐できたので、結構余裕はあるのかなと思います。それと、グラビティが全く意味なかったので、ディスペルとかアーマーブレイクに変えるのが良いと思います。それでは、実際に討伐している様子をご覧ください。性質と正常を乱さないで。盛り上がっていこう！よそ見はダメだよ！はぁ、あ、チリとなれ！手加減はできんぞい！刃をかわす刹那こそ、狂気など戦場において閉じよ。白人無双獅子神鎧獅子神鎧捕らえましたよ。よそ見はダメだよ。はあ、チリとなれ。安心せい、一瞬じゃ。ペルドロナン。白人無双。獅子神鎧。獅子神鎧。ムロケン公務よ、力を貸して。私たちの絆見せようね。よそ見はダメだよ。いざ尋常に塵となれ。はあ、安心せい、一瞬じゃ。ペルドロナン。
白人無双獅子神鎧獅子神鎧よそ見はダメだよはあ塵となれ秘すれば花なり風刺家電安心せい一瞬じゃフェルトロナン白人無双獅子神鎧獅子神鎧あがなうことを拒んではなりません私たちの絆見せようねよそ見はダメだよ全力でよそ見はダメだよはあ、チリとなれ白人無双獅子神鎧獅子神鎧この力を使うしかあなたごと財貨を流し清めて差し上げます見せようねよそ見はダメだよクールに決めちゃうね塵となれ全力で響かせるからフェルドロナン白人無双獅子神鎧獅子神鎧よそ見はダメだよはあ塵となれ手加減はできんぞい全力で響かせるからフェルドロナン白人無双獅子神鎧獅子神鎧あがなうことを拒んではなりません私たちの絆見せようねよそ見はダメだよはあ塵となれ全力で響かせるからフェルドロナン白人無双獅子神鎧恐りにも足らぬ人は精の額を飲み干して進むのですね